どうもーん影です今日はですね、えー、お客様にはなるべく一時情報を伝えるということについてお話ししたいと思います。まあ,あの僕はお店をやってるんですけどもそこでですねあのお客さんとこうねお話しすることがあるでお伝えすることいろんなことをこう、えー、そのお客様の、えー、体とかね、えー、がこうよくなるように。 えこうお伝えすることがあるんですけどもそのお伝えするお客様にお伝えする情報っていうのはですねそのなるべくねその一時情報だから自分が経験したことであったりそのまあまあ見てきたことであったりそこで効果があったものをこうお伝えするようにはしてますただその情報に触れていいからって言ってお伝えするっていうとその情報を見た ですの、ね、でその情報を発信している人が一時情報で発信しているのであればまだましですけどもそうじゃないこともあるんでですね、えー、なんかデータを取ってっていうような、えー、ものであればですねそれがその人に当てはまるかわからないんでですね、えー、その辺がちょっとこう、えー、注意してるというかそういうところをこう。 しています。だから僕がこう経験してですねこのただそれがお客さんに当てはまるかどうかはわからないんですけども僕には確実に効果があったことなんでそこにねこう基本的には本物の情報という。 ことにこうなるかなといいううううにに思でそしておりますだら例えばその僕は足首回しっていうセルフケアをこう毎日してるんですけどもそのセルフケアをすることによってですね僕は毎週ジョギングをしてるんですけどそのジョギングするのがこう楽になったと体の負担が減ったということをこう実感できたのでそういう,こう歩いたりとかですねそういうい ことをされる方例えばジョギングをされる方とかです、ね、あとちょっとこう、えー、つまずくことが多くなったお年寄りですとかです、ね、そういう方にはこういう足首回しをするとです、ねえー、効果が出てくるんではないでしょうかということをこうお伝えしています。 であとやるかやらんかはそのお客さん次第であると同時にですねそのセルフケアが効果があるかどうかっていうのもお客様次第ということにはなってきます。それでそのセルフケアの効果がねいつ出るかっていうのもお客様次第ということになってくるんですよね。でその辺もお伝えしながら えー、僕は一時情報、えー、自分が経験したことであったり見たことであったりその時感じたことであったりっていうことをこうお伝えするという形をとっております。それはね、えー、健,康的健康のことだけではなくてですね、えー、まあまあ、あのー、お店のことですね。 お店のことでもですねなんかこう評判でどうこうこうこうっていうまあその話はすることはあってもですねおすすめする場合は基本的に自分がこういいと思ったもの気に入ったものっていうものをこうお伝えするようにする。で自分がやってることをこうお伝えするようにする。 そうすることによってそのこう信頼される形になるかなというふうに考えておりますやっぱりその商売っていうのはその信用というか信頼関係でこう成り立っていってそこからこう気に入っていただいてご来店いただくという形にこうなってくると思うんでですねその辺をこう間違えないだから情報だけ入れてそれを何なんか その適当にというか、こう表現がこううまいが故にこう伝えて、こう信じ込ますという形をするんではなくてですね、自分でこうやってみて、こう納得して、それをお客様にお伝えするという形ですね。で、そういうことをこうしていくことがやっぱりえ自分っていうものをこう分かってもらって、自分っていうものをこう えー、気に入ってもらえたりとかまあそうじゃない方はそうじゃないでしょうしまあそういうふうにこうしていくとん何でも同じようにみんな同じ形になっていくとですねそこにはこうまあまああまり価値価値というかそういうものは生まれないと思うんでねあのしっかりと一時情報を伝えると。 いいうことを心がけたいで,すで一時情報を伝えるためにはですね自分がこうインプットしたりアウトプットしたりというアウトプットというかその自分が行動を起こしたりとかですね、えー、活動していくっていうことがこう重要になってくるかなというふうに思います。だからかかからなななりその動いていてと 自分で自分自身で何かをやることであったり経験すること見ることであったりとかそういうことをどん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 していくっていうのが必要になってくるとそれをどん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 しないとですねそのアウトプットするものができなくなって少なくなってくるし何かの繰り返しになってきちゃうどんどどんんその。 情報のインプットだけではなくてですね活動することでのインプットこれをこういろいろとしていくということがこう大事であってまた面白いことであったり楽しいことであったりっていうことだと思いますほんで楽しいことをするというその嫌なことを無理やりする必要はないというふうに思っておりますその嫌なことっていうのは自分の役割ではないかなというふうに考えておりますということで今日は お客様にはなるべく一時情報を伝えるということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。